いや、こんにちは、ラジオライズです。今日はゲストにハイドさんが来ていただいたので、なんか YouTube の話をしようかなと思います。はい。なんかあんまり YouTube の話ってしてる印象がないんですけど。あんまり喋ってないかもしれないね、確かに。キャスでもあんまり言わないですよね。言わないかもしれないね。あんま質問が来ないのかな。それはあるかな。確かに、でも言われたらしてないなと思う。そう言われれば。ですよね。うん。ということで、今日は、YouTube の話をしていこうかなと思います。はい。で、まず、カメラ、何使ってますか？カメラ、俺ね、カメラね、情けなくちょっと思われるかもしれないんだけど、はい、持ってない、一台も。っていうことは、何？なんか、使い捨てカメラ。俺、iPhone で撮ってるんですよ。あ、そういうことなんだ。スマホで撮ってんの。なるほど。だから、未だにカメラ持ってない。で、買おうかなって何度も思って、はい、いろんな人に、あれがいいよ、これがいいよって聞いてるんだけども、はい、結局、iPhone が手軽で楽だから、はい、コンパクトだし、はいはいはい、もう全部あれで撮ってる今まで。でも結構なんか、例えばチャンネル長くやってたりすると、なんか見てる人から、カメラ何使ってますか？言われる。YouTube 始めたいんですけど、何買ったらいいですかみたいな。聞かれません？何買ったらいいですかってのはあんまり聞かれないけど、でも何使ってますかってのは時々聞かれる。はい、で、使い捨てカメラ使ってます。違う。うつむきです、使ってますよ。使ってねえよ。使い捨ててねえよ。iPhone 最強だよ、性能いいじゃん、だって十分だって iPhone 最強ですからね。そう撮れる、編集ができる、そうアップロードもできる、1台で全部がするの。そう、なんでもできる。なんか一眼買いたいみたいな人が結構多くないですか？ああ、かもしれないね。なんか、いや、何買ったらいいんですかってスマホが最強だよって言うと、いやでも一眼欲しいんですけどみたいなことで、じゃあ一眼欲しいって最初から言えや。確かにカメラ持ってる方が YouTuber っぽいなと思う。俺は情けないなと思うんだけど、いまだにカメラ持ってないの。でも今までもうそれでずっと来ちゃったから、今更感がある。でも面倒くさくないですか、一眼って。なんかピント合わせなきゃいけないし、なんかオートにするとカメラの音がうるせえしみたいな。じゃあ自分でマニュアルで合わせて商品紹介近寄ってピント合わねえよバカ野郎みたいな。いいかな。あの YouTube スペースでセミナーってなんかあるじゃないですか。で、俺行ったんですよ、初心者セミナーみたいな。はいはいはい、一眼変えて重宝してくるんですよ。ああ絶対買ってやろう。絶対いらないですよ、一眼だって言うね。でもね、ちゃんとしたらカメラ買えみたいな、ね、理由は分かるんですよ。あの背景がボケてそれっぽく撮れるよとか。でもなんか結局なんか熱暴走で時間も撮れないしみたいな、ピント合わせるのめんどくせえよみたいな。だったらハンディカムとかでいいじゃん。そうだね、長時間撮りたいな。まあ iPhone が最強かなとは思いますけどね。手軽なんで十分じゃないかなと思うけどね。わざわざ高い金出して立派なんか買って扱いきれなかったら意味がないし。でも個人的には iPhone ってちょっと三脚に固定するのがめんどくさいっていうところがあるのかなっていう。まあ付属のなんかこう止めるやつ買えばいいんじゃないかなとは思うんですけど、なんかそれを持ち歩くのがめんどくせえなっていう。それを三脚持ち歩くのめんどくせえと言ってる。これはだいぶ、これを持ってこれだいぶ大変だよ。これ今目の前にある三脚これハンディカムだと思うんですけど。これも結構でかい、これもすげえ持って歩くの。まあまあそう、それはそうなんですけどね。まあまあそんな感じ。まあ結論として、我々の結論としてはカメラいらないんじゃないかな。いらないっていう。もしくはスマホで十分っていう。もしくはハンディカムを使おうぜ。そうだね、もう家庭用のビデオカメラで十分。もう聞かない人はどうすればいいのかわからない。俺は一眼、いや一眼欲しいんですよっつって俺3人4人ぐらいに聞かれたんですけど、みんな NEX5R ってソニーの一眼カメラ欲しい、どう買おうかなと思ってるんですよ。じゃあ聞くなよ、何欲しいかって。それ買えよっていう決まってんじゃねえか。その中で使ってる人超多いんですよ。なんか結構みんな被らないですか、カメラ持ってる人って。なんかこれがいいよ、これがいいよって言い合うくらいじゃない。だからみんな同じのを持つんだよ。一人がこれいいよって言ったやつをみんな同じものをレビューするから、それがいいのかなって思ってるっていうか。ああ、そう、それもあるかもしれないね、そういうのもね。俺はそれに納得がいかない。結局だからスマホで撮影してても、あ、ちょっとこういう機能が足りないなとか自分で思うじゃないですか。なんかスマホだから三脚簡単につけられるやつがいいなとか、もっと時間長く撮れるやつがいいなとか、バッテリー持つやつがいいなとか、そんでなんか決めてった方がいいかな。そうだよ、使ってみて自分でこの機能が欲しいとかっていう、自分で見つけろやって話だよね。そうなんです、そうなんです。だからいきなり、じゃあ一番欲しいんですけどっつって、お前じゃあ買って熱暴走で長時間撮れなくても文句言うんじゃねえぞって。そ
そうだな。結局買ったやつに限ってそういうこと言うんですよ。ああなるほど。長く撮れないからみたいな。なるほどなるほど。で人の情報だけで判断するからじゃない？そうなんですそうなんです。まあ最初はそうせざるを得ないのかもしれないけれども、俺も最初スマホで撮ったんですよ。ああはいはい。で結局なんか内側になんかモニター向くやつがいいなとか、長時間撮れた方がいいなとか、そういうんでなんか決めたのかなっていう。そういうのだと、あの編集のソフトとかもそうなのかなっていう。ああなるほどね。編集ソフト何使ってますか？ファイナルカットプロですね。いいの。Mac か。Mac。Mac か。お金結構かかったんじゃないですか。そうよくそれ言われるんだけど、はい、そんな俺 Win を使ったことないよ全然。だから Win が安いとか分かんないの俺は。もう最初から Mac なんで、はい、そういうもんだと思ってるから、ソフトも本体もやっぱ全然違うのね。なんて結構変わりますよね。マジ？でもそう言われる。なんか金持ちですねとか、まあ、お金持ってますね。意識高いなと思います。そうそう。 YouTuber Mac 使ってる人多いんで、やっぱちょっと意識高いなと思うかな最初。ああ俺でもね、動画でそのパソコン始めたんじゃなくて、もともと俺絵描きなんで。ああそっかそっかそっか。そうですね。Mac ですね。そうアーティストとはそういう活動してる人って大体 Mac 使う人多いじゃん。絵とか音楽とか。そうだそうだ。でも俺も最初の時に絵から始めたから Mac 勧められて、はい、それで Mac ずっと Mac。まあそんな感じで、じゃあ次の話題に行きたいと思います、はいはい、ご視聴ありがとうございました。ナチュラルライチです。ご意見ご感想があればコメント欄にコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。